ちらし寿司バー銀車輪。こんな店あったかな。へえ、いらっしゃいいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声はてやんで寿司食いねえ、ごちゃんです、どすこい。何やってんだあいつ。お客さん、まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。鈴木です。桐生さんじゃないですか。もう急にいなくなったからどこかでのたれ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうかどうしてこの店が分かったんですか。あ、いや、小雪に聞いてな。なるほど。さあどうぞどうぞ、食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。お邪魔します。本当にお久しぶりです、キリュウさん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がちらし寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか。さすがに驚いた。どうしてまたちらし寿司屋を。いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私、得意料理ってちらし寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ。儲かってんのか。それが全然。ちらし寿司の味には自信があるんですけどね。ちらし寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。お前、伝説のキャバ嬢だったんだろ。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね。なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらちらし寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、ちらし寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はちらし寿司なので、人脈じゃなくちらし寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォー社員だって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。ぐその怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。小雪は
ゆきさんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてるのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのにめちゃくちゃ暇してるなんてかっこつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな、小雪は雪のことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れないかそれだけ心配ですけどね。ああそれなんだが、なんだか今大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、他の嫌がらせもあって人手が足りていないらしい。小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、はあ、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか。言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはあいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに、私が見え張ったせいですね。悪いことしちゃったな。キリュウさん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね。うざがられますかね。小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。キリュウさん、そうですね、ありがとうございます。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備してカムロ町に行ってみます。キリュウさんもよかったら放射員の初日顔出してくださいね。わかった。よーし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。おう、来たな、キリュウ。今回はちょっとした報告があってな。少しかかるが、時間は大丈夫か？ああ、大丈夫だ。報告ってのは他でもねえ、秋山のことなんだ。秋山？何かあいつの近況が分かったのか？ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、いまだに音信不通だ。でこいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか。
あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってなそういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもねえ。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたらきっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、雄也たち、まさかの狭山とも会うことができた。またそういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだからもう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるがどうだ。実際一派からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥かだよな。自分が死人になって世間との関係を断ち切る。お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのはまあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ。待った、伊達さん。うん？なんだよ。この店いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこねえ。もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！バラバラにしてやる。かかってきやがれ。調子出てきたぜ。シャー！かかってきたよ。バリア！かかってこい。調子がいいぞ、私。さっさと来い。脇が甘いな。さあ、調子がいい。処置に必要だな。恥かいても知らないから。結構調子いいかも。相手してやる。容赦しないぞ。なんだ。当たれ。危ねえな。せいせいや。力の差を見せて。どうした。任せて。いやっ。治療する。ここは任せて。合わせるぞ。少しはいいか。合わせないすごいんだね。見とれないでよね。またいい男になっちゃ。何者なんだこいつら。
ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。ん？お前、そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんて、そうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、桐生さん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたの。ねえ、今まで伊達さんには何度聞いても桐生さんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました。あ、いや、それは。ほらね、またこれだ。秋山、お前何を。なんか人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して、あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったものです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散した時は死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか、そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ桐生。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ。俺はもう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。分かったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど、そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ秋山。俺に挨拶もなく長いこと神室町を開けてたろ。ご存知かどうか、
俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東条会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で行き着いた先がシンガポールか。さてシンガポール、誰がそんなこと言ってるんですよ。え、違うのか。違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど。こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構。俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピン・リューマンを差し向けてきた。そういや孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかくあんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけ者にされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて、見せくさいにも程がある。わかりましたよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、キリュウさん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがてえが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束ってもう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやハルト君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接遥かたちに会っても大道寺一派は見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。わかってる。だからこそだ。あ？今の俺と遥かたちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはねえ。それはどうなんですかね。うん。俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、キリュウさん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、キリュウさん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから
俺がこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっとハルカちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山、俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたらハルカたちに会えば死ぬのが怖くなる、そう思ってるだけの臆病者かもしんないぞ。キリュウ、お前あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、キリュウ。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルとも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃあとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくっちゃ。まあとりあえずな。よう、ユキ。あ、キリュウさん、初めて見ました、フォーシャイン東京。本当にフォーシャインが東京に進出するんですね。潰れそうになっていた自利品の弱小キャバクラがここまで来たと思うと感慨深いです。お前は関東進出には反対だったんだろう。うん、反対じゃないですよ。ただ勇気がなかっただけ。フォーシャインという大切な場所をもし失敗して失ってしまったらどうしようって、それでできなかっただけ。だから小雪ちゃんはすごいですよ。ちゃんとリスクを背負って勇気を持って踏み出した。結果はどうなったとしても彼女の一歩は尊いですそうだな。やあ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 、この前はよくもやってくれたな。誰です、お友達ですか。そう見えるか。オープン初日は店の未来を占う最重要日、その門出をぶち壊しにやってきたぜユキ、下がった。こいつらに東京の厳しさ今度こそ教えてやるぞ。行け、やってやる。楽しませてもらうよ。手加減はなっちゃふん、まだまだ決まりだよ。ここは任せて、相手してやる。容赦しない。調子がいいぞ、私は。脇が甘いな。ご褒美だ。熱っ。 やめてくれよ。容赦しないぞ、見さらせ。熱っ。ちょ、力の差を見せろ。てやっぱりダメだった。さて、軒先の掃除は済んだな。
店内の様子を見に行こう、ユキ。はい。こんにちは。すみません、まだ開店前で。って、ユキさん。やっほー、小雪ちゃん。なんか大変だって聞いたから手伝いに来たよ。もし邪魔じゃなければ。だけど邪魔だなんて、そんなわけないじゃないですか。でもお店が忙しいんじゃないですか。ああ、それなんだけどね、めちゃくちゃ忙しくないの、見張ってただけ。すまんすまん。本当なんですか。ああ、本当だ。本当に暇そうだったぞ。耳が痛い。ユキさん、どうした。会いたかったです、ユキさん。ユキさんがいないと私やっぱり寂しくて。小雪ちゃん、私も会いたかったよ。よく頑張ったね。さて、そろそろ開店だろ。準備をしないといけないんじゃないのか。そうでした、ユキさん、お手伝いお願いできますか。もちろん。じゃあ久々にキャバ嬢モードに変身しちゃいますかね。うわー、超楽しみです。さささ、こちらへ。ちょっと待っててくださいね、キリュウさん。ああ、お待たせしました。どうですかね。初日でしょ。回すにはエース級がもう一人くらい欲しいところね。誰かいますかね。エース級キャバ嬢か、一人心当たりか。本当ですか。お願いします、紹介してください。わかった、聞いてやるよ。何かと思ったら、まさかキリュウさんにキャバクラに呼び出されるとはね。このお方は。ああ、俺の仲間でサイコっていう、横浜でキャバのママをやってる。小雪です。サイコさん、わざわざお呼び立てしてしまい申し訳ありません。ユキです。キリュウさんとは昔からの知り合いで。ユキ、小雪、もしかして蒼天堀ナンバーワン店舗フォーシャインの伝説のキャバ嬢、ユキさんと小雪さんですか。え、あ、はい、まあ。すごい、本物。ユキさんの出したキャバ経営の本めちゃくちゃ読みました。それはどうも。お前、いつの間にそんなの出してたんだ。いや、成り行きで、若気の至りです。でもこんな風に読んでくださる方がいたなんて嬉しいです。あの、サエコさん、私たちオープン初日なんですけど、諸事情で人手が足りなくて。申し訳ないんですが、お手伝いいただけませんか。お礼はさせていただきますので。もちろん、私でよければ勉強させていただきます。ユキさん、小雪さんと一緒に店回せるなんて光栄です。やった、ありがとうございます。これでなんとかキャストは足りそうか。はい、キリュウさんのおかげです。でももう一つだけ足りないポストがありまして。
まだ足りないポスト？まさか。スタッフも足りてなくて、今日はよろしくお願いしますね。っていうか桐生さん、フォーシャインの黒服もやってたんですか？なんで？これだけ長く生きてるといろいろあるんだよ。まあ仕方ない、乗りかかった船だ。どうせやるなら派手に出航するとしよう。はい、そろそろオープンの時間です。よし、行くぞ。フォーシャイン東京、オープンだ。さすが関西の名門フォーシャイン。みんなお疲れ、よく頑張ったな。キリュウさんもお疲れ様でした。ユキさんもサエコさんも本当にありがとう。今日を乗り切れたのは皆さんのおかげです。私、ユキさんからオーナーを引き継いで、オーナーが変わったからフォーシャインはダメになったとか言われたくなくて、だから焦って関東進出をしたり、結構無理をしてしまったのかもしれません。なんか巻き込んでしまって申し訳ないです。私ももっとユキさんみたいにうまくできればいいんですけど、力不足でごめんなさい。小雪。何言ってるの小雪ちゃん。あなたは私がひよったことにも勇気を持ってトライしたのよ。それはとっても素晴らしいこと。私にはできないことだわ。確かに私にできてあなたにできないこともまだまだあるのかもしれない。でも私にできなくてあなたならできることも星の数ほどあるはずよ。だから小雪ちゃんは小雪ちゃんらしく、あなたにできることを精一杯やればいい。私の真似なんかしなくてもいいの。そんなことしなくてもあなたは魅力的だし実力もある。私が保証するわ。だから自信を持って自分の好き勝手輝きなさい。ね、ユキさん。ユキさん。素敵な人ね。伝説のキャバ嬢と言われるのも納得だわ。ああ、俺もそう思う。皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからうまくやっていけそうか？はい、キリュウさんのおかげで嫌がらせもなくなりそうですし、一生懸命大好きなフォーシャインのために私なりに頑張っていきます。もしよかったらまた遊びに来てくださいね。サエコさんも。喜んで。小雪ちゃんファイト。なんだか負けてられないな。私もお店頑張らなくちゃ。そういえばユキさんのお店って何なんですか？ずっと教えてくれなかったですけど。ああ、まだ知らなかったのか。チラシ寿司屋だ。え？チラシ寿司屋？なんでまた。
まあいいじゃないの、長く生きてるといろいろあるのよ。今のところ全然全くマジで流行ってないから、フォーシャインを見習って頑張るわ。ユキさんのお店が流行ってないなんて私許せません。私が毎日通いますよ。朝昼晩一日3食ちらし寿司にします。やっぱりそう言うと思った。いいからいいから、それより自分のお店頑張ってね。はい、じゃあお別れだ。元気でな。あ、どうした？どうせですから最後にあれやりません？あれ、はあ、あれか。いいですね、やりましょう。サエコさんも一緒にね。あれ、ああ、ユキさんの本に掲載されてた写真のあれですね。仕方ね、最後だしな、やろ。よし、じゃあ行きますよ。皆さんの今後のご多幸を祈って。ワン、ツー、スリー、フォーシャイン。ああ、うん、うわあ、何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに、でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああ、だな。こりゃ降るわ。すみません、どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって、いくら長距離っつってもあんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの、あの村行きてえなんてやつ初めてかもしらん。なんや、兄さんたちテレビかなんかけ？いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。全国に残存する国道を一斉解散する第二次大解散、今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるにはお願いしたい。ですがそちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして西島大河、
彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添いを願いたい。大悟たちに。ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東条会と近江の大解散後、彼らは大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。ですが1年も経った頃会社が倒産したんです。それ以来大吾さんたちは消息不明になっています。あいにくだが、俺は奴らがどこにいるか連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だがその理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないな。明日から数日町を離れる。知り合いな。こんな人も要件物好きやの。言っちゃなんやけど人が住むとこじゃねえよ、あっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の。まああと 2,3 時間もすりゃ着くけ。お、降ってきすんだ。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただなるはやで頼む。さすがにこの寒さはこたえる。ああ、入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたの、桐生ちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん。お互いいろいろあったみたいやな。はあ、まあ座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ、それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、
お体大丈夫なんですか？ずいぶんやつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんようにほれ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。ああ、聞かせてもらえるか。これまでに何があったんだ。こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に障ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大吾、お前こいつと何年付き合うとんのや。キリュウちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か。しばらくぶりのもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東条会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ、ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東条会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元坊5年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々にではありましたが大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、区民たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのはタタラチャンネルっちゅうやつや。春日もやられとったな。裏工作だけやのうて現場で起きたちょっとした不祥事もやつは見逃さんかった。それをありったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てたけど、やつが暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論も用意できませんでした。
当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって、白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが東上会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ、倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。青龍会の鋭美名を知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはな。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、青龍会の高部が無所に行った頃か。ええ、エビネは高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。氷川。海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。氷川興産。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか。確か氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい、しかし荒川さんには心に決めた人、茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。まさに奇妙な因縁やろ。だが
もしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えねえ。海老名の出生時期から見て、荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば、荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りが百合子から海老名に受け継がれたとすれば、海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ、そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこやけど、わざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば、沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。ったく、人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ。けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？
ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てよ、今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちが、俺たちがどんな気持ちでここにいるか、あんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした、やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事。昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと無粋やの。まあええ、メイドの土産や、存分に味わっていけや。引けねえ、こうなりゃなるようになるだ。力の差を見せて。さっさと来い。こんなもんで知らないか。逃がしゃしねえぜ。どうした、脇が甘いな。最後潰れろ。うわっ、全力でかかる。よし、治った。さっさと来い。容赦しないぞ。どこ見てんの。必殺ごちそうだ。残さず食らえ。ここは任せて。相手してやる。
決める。うわっ、調子もいいぞ、私は。どうした、かかってきなよ。仕留める、ご褒美だ。かますで、遊んでる。一緒やりますか。おう、二人でやるよ。火力二倍だ。行くぞ。はぁ、うん、何やと、変で、ウォームアップはこの辺にしとこうか。さあ、覚悟はええな。出てるわ。結構調子いいかも。やるのかよ。容赦しない、これもそろそろ本気でやらせてもらいますよ。ほれほれ、ここだ。はぁ、危ないね。次回は知らないから。力の差を見せて、脇が甘いな。さあ、容赦しないぞ。やるのか。バシッと決めるぜ。ここは任せて。遊んでやる。行くぞ。見せてあげる。強力スチーム。調子出てきたぞ。久々に。ようやく戻ってきた。こっからが本番や。ほらうで。こんなもんじゃない。やるか。どうした、型をつけよう。よし、一発で決めるよ。当然だ。そろそろかますで。相手してやる。かかってきない。こんなもんじゃないはず。全力全開。熱っ。遊んでいる。結構調子いいかも。合わせるぞ。やるのかよ。手加減はなしだ。終わらせる。出てや。出てや。
私は仕留める。このクズ容赦しないぞ。狙うか。こんなもん。ここは任せて。お願いキリュウさん。やるか。声張っていくよ。いつでもいいぜ。みんな、ファイト。そろそろ諦めて。調子出てきたぜ。どうかしらな。さあ、試合だ。ほれほれ。手加減はなしだ。ほら。終わらせる。ほら、出ねえ。力の差を見せた。脇が甘いな。このクズ。かますぜ。見さらせ。結構調子いいかも。手加減はなしだ。アツやるのかよ。トリュー寝てるわ。アクセイグアテリュー。オレッオ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 。状況だけは買ってやるよ。まだ強くなれるとはな。人生これ成長だな。いい感じ。格が上がったね。お前たちは何を怖がった。他人の人生を狂わせることか、それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃ分かんねえだろうが。綺麗事ですよ。それはやってみてダメだったらどうするってんですか。そん時はそん時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらずアマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だがそれも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください。桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ大吾。え？俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。
何言ってんだあんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな桐生。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな。行ったらあかん。キリちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。ちょ、キリュウさん。帰ってきちゃったな。堂島大吾に冴島大我、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだけど。それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。これ以上無理強いはできないって。まあね。それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはね。そうだな。おい、あいつ桐生じゃねえのか。ほら見ろ、間違いねえって。うん、本当だ。どうなってる。こいつをのさばらせたら俺たちはまたヤクザの食い物にされるぞ。前科者になったって構わねえ。一生動けねえ体にしてやれ。今こいつらを相手にしてる余裕はねえ。適当にかわして春日の家に向かうぞ。待てやこら。メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ。皆さんこの顔に見覚えありますよね。そう、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと、彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織、東条会の会長堂島大吾。そしてこっちは同じ東条会で幹部だった真島五郎と冴島大我。いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何
ために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうもこんにちは。早速ですが、投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか？自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって。ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って、降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東城会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか？俺が聞こえた話じゃ、あいつら薬剤の復帰とか東城会の復活とか喋ってての。薬剤の復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東城会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか？この動画はいつ上がったんだ？今朝早くに。すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によると、ちーちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんですよ。そこで気になることが告げられてて。いや、今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか？彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。海老名と沢城が。それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の清流会支部、元東城会本部か。行かねえ手はねえな。